アメモプラス。お、唐揚げやん。そう、何？酢豚とポテサラと、あとなんかもう一個用があるか。それよ、よっしゃ、やるか。よっ、よし。最初はグッチャグッチャ、あいこでしょ、あいこでしょ、よし。うわ、やっていこう。ふぃー、いってらっしゃい。僕は家族でよし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 、はい、抜け。よしよし、早くして。あ、すいません、すぐやります。どうして、急げ。え、なんかあるんですか。あ、アニメ見る言ってるやん。あ、そうそう。てかさ、マジなんで俺今日切られたんだ。いや、え、結構何、え、怒られたんですか。いや、だから怖えやん。あー、知って言っとくけど、お前やれ。なる、僕っすか。いや、普通に、はい、いや、なんでさ、なんか2年で俺が声で切られたか分かる。あ、はい、な、な、言ってみろ。僕らがちゃんとできてないから、お前らの声が出てへんから、そうなのよ、ちゃうんか。どうしよう、そうっす。何お前らの時普通に帰ってんぞ、声で。はい、やれって。はい、なる。はい、やってな、マジで。はい、お前、俺洗濯、お前、洗いに行くよ。いや、あ、多分、あの、今、カズマやる。僕じゃ、いけん。なる、なる、なる。よし、あいついいです。どうしてんの、マジで。よし、おい、よし、マジで。よっしゃ、あれ、あいつが風呂取ったんやて。マジで。安定やな。ちょ、しかも洗濯やるとか言うでしょ。そう、もうそれと思う。お前だけ。お前だけ。お前知らんの。どうしよう。マジどうしよう。もうやり返すよ。やり返すよ。行く。今日行くか。ありっちゃ。ありマジで。行くか。しかもなんか最近給湯器よう故障しよるやん。あれのせいにして水、水にしようや。切ってから。行くか。あれ絶対無理。給湯器のせいにできる。あいつアホやしな。行く行く。マジで。え、いいやん。やばい。バレたら。え、でも、いや、もう、うざいけど。え、知らん。え、いっ、でも今日だけやろうか。やめろ。やろうか。行くぜ、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 行きます。何もしないですよ。え、いや、お前なんで水出てきた。ええ、いや、お前知らんことないで。いや、僕何もしないです、ほんまに。あ、どういうことや。多分最近はあれじゃないですか、あの給湯器壊れるじゃないですか。また待って、あ、次が、あ、よかったっす。お前言うとけよ、お前。あ、了解っす。また業者赤の上、またおばちゃんに言っとくっすわ。あ、はい、お願いします。あ、おやべ、で、毎回撮るかな。かすね。いよいよ真っ向勝負だ。絶対王者、めっちゃ無敵やねん学園のエース、浦飯レイ。
失礼します。先輩、ご飯何時ぐらいにしますかね。見てるやん、テレビ。あ、なる。あ、すいません、テレビ呼びに来いやん。はい、まあ、さ、俺さっきさ、はい、これアニメ見たい言うてさ、はい、俺言ってた、覚えてない、思わせた。いや、覚えてます。じゃあ、なんで今行くの。すいません。いや、その気ぃつけたらなれや。はい、本当にそれやっちゃう。そうっす。はい、どうした、え、どうした。なんかアニメ見てるから後にせえとか言うの。マジでクソキシキシ。安定やな、お前。安定すぎやろ、マジで。どんだけ安定してんの、マジで。マジで、もうなんとかしたい。上から落ちたのかな、マジで。でも、この前さ、賞味荒れちゃう。なんか、一回落ちたことあったやん。それいけんじゃん。いけるよ。やろう、やろう。行くか。ちょ、あれさ、うん、ちょ、リアクション見たいからさ、聞いたいからさ、お前ちょ、やってくれ。合図を。任せろ。やっと戻れたんですわ。え、ちょ、待って。なになになに、どうぞどうぞどうぞ。おい、はい、どうなってんの。いや、もうブレーカー落ちたっす。ちょ、お前、上げろ上げろ上げろ。あ、オッケーっす、オッケーっす。ちょ、早よ早よ早よ。ちょ、お前、やって、ガチ、ちょ、お前、そんなわざとやるよ。一回、お待ちくん、緊急と、お待ちくん、めっちゃ今やったのに。バッティングは続けられない。なる。でもさ、人参も。辛い食ってるわ。え？辛い食ってるわ。ああ、はい。なる。これでいいですか？はい。これでいいですかね。ああ、そうだ。なんて、はい、なんて、なるほど、なんつってんだっけ、どうやった、あれブレーカー急だ、ああ、なんて、故障、いや、すみません、まだ揺れてなくて、はぁ、すみません、あんま聞きたいな、こういうところ、すみません、気をつけます。鶴先輩がさ、ん、先輩がこれで3分4分してんの、はい、普通まっすぐ電話するやろ、はい、大事だな、お前、そういうのここでやってくれたら、はい、気を利かせろ、はい、お前らまで、はい、はい、うん、もう全然マジやってたから、はい、なる、変なやつ買ったな、ここ、お前や、もっと強く押せ、なる。ん？大丈夫？やば。いや、ちょっとタッチくらみしてて。おう、大丈夫か？はい。ちょっと持ち上げて。はい。寝てたわ。
楽しいか下宿。はい、楽しいです、うん、それはええことやけど、やることやらなあかんな、お前は。はい、いつまでも怒られるんだよ、俺に。はい、すいません。俺が1年の頃さ、はい、4年生はいの視力の人と、はい、この下宿で暮らしててさ、めっちゃおもろかった。ああ、そうなんですね。うん、もうはしゃぎまくりまいば。はい、うん、で、その先輩優しい人やからさ、はい、もう俺がタメ口使っても全然怒らへん。あ、そうなんすね。うん、だから俺も起こしたりもせえへんし、なんも、もう厳しいことなんかなんもない。はい、一切そういう上下関係もゆるゆるで、はい、はしゃぎまくっててな。はい、でもそれその先輩許してくれてたから、俺もそういう先輩になろうと思ってて。はい、でもさ、その先輩の引退試合の少し前に、はい、俺がいつも通りふざけて階段で脅かしたんよ。はい、そしたらその先輩踏み外して骨折、最後の試合出れんかった。マジっすか。俺は別にさ、はい、お前に世話してほしいわけでもないし、はい、お前がムカつくわけでもないねんで、はい、ただやっぱり上下関係は大事やし、はい、俺と同じ後悔してほしくないなと思って。はい、うざいやけどな。いや、いや、そんなことないです。手が止まってんぞ。はい、すいません、すぐやります。タラ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 、ほら